風が花の香りを運んできて、空気中に甘い匂いが漂ってるって感じがするぜ。唯一の不満は依頼がないことだけど。ふん、そんなことあるわけないぜ。きっと誰かしらオイラたちを必要としてるやつがいるだろう。早速行ってみようぜ。Betul, aku cek 16 hari. Ah. Jalanannya keren. Okay. Konnichiwa, Katherine. Oh, hi, Katherine. Konnichiwa. Omatsuri kikan chuu ni o futari to owai dekite ureshii desu.じゃあもしかしてオイラたちに依頼があるってことか。これは少し困りましたね。 What? Why? モンド人にとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。おお、今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。うっ、ふーい限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ買えるかもって思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。 That'sVery specific of you, Paimon. お二人も一層これを機に。旅人さん、パイモン、見つかってよかった。頼みたいことがあるの。お、アパト。あ、スクロースだ。お、スクロース。お、スクロース。とにかく安心して行ってみてくれ。オイラたちもちょうど暇なんだから。はあ、わかった。え？実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。わ、じゃあアンバサダーだろ。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。でも、もう一回や、スクロスとイントロフで、じゃあアンバサダー。やるじゃん。名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。 This method seems a bit arbitrary. わかった、言ってちゃうものなんですよ。私もそう思うよ。でもみんな曰く公平のためなんだって。こうすれば誰でもウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。人付き合いはあんまり得意じゃないから、最初はちょっと緊張してたんだけど、でもこの肩書きは嬉しい。それに自分を元気づける方法を見つけられたんだ。見て。お、オッケー。ini lumayanTak terprediksi buat saya. Nah, itu botol. Skenkan? Ii koto wo hitotsu shitara, tasukete ageta hito no iki wo skenkan ni fukikonde morau no. Sou sureba, shiyawase no toiki wo ippai atsumerareru desho? What in the... so gross. Yeah, anda salah yang namanya... Artiin...Maksud dari... Ya sudah lah. Heee... Nanka sugusou da na. Skrulls wa sore wo kenkyu suru no ka? Totemo kichou na sozai da to omou no. Renkin jutsu de skoshi kaizou sureba, kiseki ga umareru kamo. Ah, maksudnya dia... Sekalian ngetes ya, itu. Dia kayak research juga gitu. Oke, oke, oke. Like an...Extra sweet, sweet flower? うわ、おいらお
しただけでよだれが出てきちゃうぞ。それよりももっとすごいよ。でも十分な実験データを収集するまで結論はまだ教えられない。錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。幸せの吐息、残るはあと一つなんだ。And final breath of joy. Tunggu, lu ambil napas horor berapa banyak aja? Nanda, sana koto kayo. Sore nara kantan da zei. Toriniku no sweet flower zukeyaki o ogotte kuretara, soitsu o fukikonde yaru zei. More like sweet medium breath. Huh? Kore demo oira nari ni atama o hinete tasukete iru nda zo. Ya, Paimon. Ya.それとも、スクロースはもっとでかくて真面目な幸せがいいのか？幸せの含有量と真面目さは関係ないよ。でも、例えば、何かを栽培したことはある？ What? 甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは経験した辛さと正比例するの。私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること、こんな幸せこそが特別って言えると思わない？特別な幸せを得られるように、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、わかったぞ。Lu ngerti? Wah nggak ngerti. Wah bukan kalau wah nggak bisa ajem ya soalnya itu. Semalam takora, tetudai yang butuh to してるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。て、難しすぎるだろ。もう見どころの災難だぞ。でも、栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだし、あなたたちですらどうしようもないっていうなら。Don't worry. Leave this to me. 本当に？何かいい考えがある？ Experience is on my side. わかった。旅人が言うなら、オイラも手伝ってやるよ。言葉でな。そしたら、結局うまくいかなくても、オイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられる。いや、だよ。あ、ボーン、バイボーン。旅人、これは感謝と愛の祭りなんだから、跳ねつけたりしないよな。スクロースさん、ちょっといいですか？今あなた宛ての荷物が届いて。お、ペケッチ。あ、今行くよ。行ってくるね。あれ？オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってこれか？いや、いつの間にモンドに来てたんだ。 What?声かけに行こうぜ。 OK、バイモン。Gathering of Outlander。 一体ちょっと荷物の確認ありがとうございます。問題ありませんよね？うん、ありがとう、マージョリーさん。最近ますます賑やかになってきました。えい、これいこれい。ああ、お前ら奇遇だな。 What a chance? Why? 何ぼーっとしてるんだ？困ったことでもあったのか？うん、心配するな、大丈夫だ。さっきあっちの記念品ショップでモンドの童話を買ったんだ。 Yes? 適当にめくってみたら本にはメモが挟んであって、謎めいててまるで予言みたいだ。 Prophecy? これらを完成させれば至福のランプを灯し、
最高の祝福を手にすることができる。うん、itu lumayan iya sih。これら？この世に存在しない花を探すこと、絶対に迷わない道案内人を見つけること、嘘をつかない人を見つけること、永遠に終わらない伝説を見つけること。 OK、 itu aneh。 合計4つの条件だ。ほら見てくれ、オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。Perhaps we can ask a friend about this later. ちょっとごめんなさい。それって、なんて言うと？あ、イノシシプリンセスと言うんだ。The boar princess? それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。知り合い。紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。そもそもカゴロ。やばい。二人とも人見知りだから、このままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。ブトルファイブ。スクロースはこの予言を本当だと思うのか？研究したことがないから根拠のある結論は出せない。いや、でも主観的な見解でいいのなら、少なくともいたずらじゃないと思う。 Why not? 童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。もし嘘でその純粋さを汚そうとしてるなら、ひどすぎるよ。いい観点だな。私は好きだぞ。そうだそうだ。子供を傷つけるなんてひどいぞ。じゃあ、スクロースは、祝福は何だと思う？それは、あくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。やっとぶっと。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。おお、なわ、わその推測すごい。もっと突っ込んで聞いてみたい。I want to pick her brain some more. Okay, this is good science. でもずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。gua rasa tidak sih, karena dia researcher sih. 初めて会ったんだもんな。初対面の人ってどう話せばいいんだろう。Would you like to get the land of utmost joy? できればだけど。じゃあ、コレイさんの願いは？私の願いは、性格を良くすることかな。Why?Yeah, why? それは違うだろう。
の性格のどこが悪いんだよ。ぶっ通すからやっぱりもそう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。これいい。うわアンバール。この声あれは。Akhirnya ketemu mereka. 今回は随分早かったね。幸い目がいいから遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐ分かったよ。アンバー、最近は元気？この前あげたピタは全部食べてくれた？もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。え？それってコレイはまたモンドに来てたのか？ What？ うん。お、What？ When？ 昔モンド城でいろんな人に助けられた。Oh, yang pas waktu dia kecil, ya ampun。マリン病が治ってから機械を見つけてモンドに戻って。みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。Oh, oh, maksudnya setelah yang Eliezer sudah hilang ya? Okay, okay. I bet. Great. ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。もちろん問題ないよ。おう、行ってこいよ。アンバー、ごめん。この後、縄文で合流しようって一緒に旅してる人たちと約束したんだ。今は一緒に出かけられない。 I meet my traveling companion。 Ooh。 OK、わかった。じゃあ、まずはゆっくりして。私もジン団長に休暇申請を出してくるよ。ああ、うん。旅人、スクロース、ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？オッケー、オッケー、アンバル。後で戻ってきたら、またコレイを連れていくね。今回はモンドの友達をもっと紹介するから。うん、大丈夫。Can you count on us? じゃ、また後で。大丈夫か、コレイ。なんだか落ち込んでないか？ごめん。ただ自信がないだけなんだ。気にしないでくれ。お、ハンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。スクロースが相手でも。まともに会話できてないのに。もっと自信があったらもっと友達ができるのかな。あ、bisa lah。bisa kok le。あ、そろそろ時間だ。縄文へ向かおう。harusnya ini sih tentang antara Saino atau Tainari ya。soalnya kan Saino kan yang jemput si Kole。ke Sumeru, Tainari yang bimbing. Gue gak tau lah, mungkin berduanya maybe. Okay. Betulan dong. Mata Ogata Fusha da. Natsukashi na. So da ro ne. Zenkai Mondo ni kita no wa zuibun mukashi da ro?そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。ああ頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか。だから大マッハマトラと大マッハマフィオティナリー、セナ、こっちこっち。Hehehe
kok aja mulai udah kayak gitu. Kono hito wa? Skrulls da yo, shishou. Skrulls wa Sephiroth 騎士団の錬金術師なんだって。今知り合ったんだ。スクロース、こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよこれ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん、よろしくお願いします。どこ om cium-cium bau Alvedo tiba-tiba gitu di sini kan ada sukro. Shisho wa sukkoku hakushiki nanda. Ya karena udah pembahasannya tentang knowledge, ilmu. Dan berarti ya Alvedo maybe. Nih, kocchi ga Smeel Kyōrei-in no Dai Mahamatora de Seno-sama. Mata-mata sugoi hito da yo. Yoroshiku. Saki ni itte oku ga.今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。おお、付き添いというか無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？いや、違うや。大丈夫だ。仕事は。ルカと非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。オッケー。あ、な、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。オーマイガー、ぶっ飛んだのアルベド。スクロース。おお。天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。あ、ini sangat golden. Dua genius, dua apprentice. Satu general, general. Satu traveler. Wah, ini menarik sekali.なんだか賑やかになってきたぜ。うん、スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。ああ、やっぱ来たら。早速オイラにはわからない話を始めるのか。ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか？おお、新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問。コレイは旅する音楽家だ。テクノロギカコンサルタントチェシャポン。And you find that sort of roleplay fun? すごく面白い。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。
母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると、みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。Lagi ngapain Alvin tuh? Dewa, boku mo tetsudau. Albedo sensei. Imasara yoko kara kuchi o dashite sumanai. Doku kinoko no kedoku zai no koto daro? Oh, poisonous fungi. Oh. Moshi temoto ni sample ka sono hoka no shiryou o motte iru yō nara, ato de boku ni misete kureru kai? Sōda.その前に3人ともこれを見てほしい。 Food and lodging arrangement. Okay? 旅行プラン? Wah juga bingung sih kenapa? Dari kayak gitu. Albedo は隣でずっとこれを書いてたのか? おいら全然気づかなかったぞ。 Impressive multitasking. とんでもない。 Hardly?冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな、お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない。完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。You are not included in this itinerary? ないからこそたかるんだろ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。感謝する。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？おお、キャンピング。テントハリ手伝うよ。私も手伝う。おいらはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。ナイスアイビエ。よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方、湖の岸辺で会おう。モンドへようこそ。ウィンドブルーム祭を楽しんで。お、良い旅を。お、ベタやいて。Walk to good hunter or an order some food. え？サラさん、鹿狩り特製の冷製肉盛り合わせを一つ持ち帰りで。はい、冷製肉盛り合わせをお一つですね。他にご注文はありますか？他の注文だってよ。If we must, one sweet madam, I guess. わあ、覚えててくれたんだな。お前って世界一優しいやつだ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きについてるスイートフラワーを風の花としてお前に捧げてやるぜ。Just don't ruin your appetite
for later. 安心してくれ。食べ物に関してためらうことなんかないぞ。では少々お待ちください。ギュッボイ。大満足だ。これがウィンドブルーム祭でしか体験できない素晴らしいことなんだったら、毎日ウィンドブルーム祭がいいぜ。Head over to the camping site. Where? At least.Oh, di luar ya? Oke. Okay. Ini di luar. Wah, this is seru sih campingnya di sini. Oh, dekat. Mancing. Udah ada tenda saya lihat. Terus di. Wah, gila. Wah, suka banget yang ini. Barbecue. Minna, sorotta ne. Ya, tiba-tiba sore. We are not late, are we?暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて、結び方も丈夫でプロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ありがとう。これも師匠とセノさんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。ほらみんな座って。え、どこにThe delicious. Okay, kita baca dari awal. If I bring out their food and start cooking, after a delicious meal, everyone sits around the campfire. さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな。匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。あんまり馴染みのない匂いだったから、モンドの特産品かな。料理に使えるモンドの植物の中だと、ドドリアンは普通スープに使われるから。イグサ？正解だ。オギラ。スメールの魚のクリームソースは柔らかい口当たりで魚肉のうまみを引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。気に入った。でも具体的な分量は。レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいない？一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど、食欲がないの？ああ、もともと小食なんだ。もう。ごめん、興ざめだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか？どの日だ？ Stay where was this? 石門を通った日だ。どんげ？見間違いだろ！帽子に視界を遮られてたんじゃないのか？おいらはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか。
パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーグラウンドナッツ面白くないか。What a girl. バルベリーでパイモンが滑り落ちた。よく、ground up. Also, the ground grew not to make you fall to ground. Is no one gonna intersect? 知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？テスト。モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。What? Disuruh Paimon jalan jadinya. オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だと、サイトン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。I say we put this theory to the test. おい、お前まで。セノさんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ。長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。冒険者のセノだからな。That's not funny. 面白くないか。それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。うんうん、師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか、とにかく予想外の話をしてくるんだ。わかった。改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。これだよ。自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。つまりセノさんには2つの状態があるってこと？面白い。物質の転換みたいに自由なんだね。私も見習いたいな。そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて、旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな。うん、ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだってリサさんから聞いたんだ。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。外に出かけて新しい友達を作る。これはコレイにとってもいいことだからね。ラクラクダジュ。コレイリ。はあ？コレイ。今の言葉、これコレイに聞こえた。似たような言葉で、ラクラクダジューというのが。でも、テイワット大陸では、ググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすれば。うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。
最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレへの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから、後で講義もできる。一石二鳥だよ。じゃあセノは？コレイの護衛だ。口実だ、絶対口実だ。七星召喚のカスタムカード裏だ。ゲブラゲブカルテチェ。やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか。 I have。 さすが俺の友、優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから、俺はあちこちに聞いて回った。それで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたんだ。スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。白亜先生はモンド人だから、運試しにモンドに行くといいと言われてな。あ、待って、どうも。だれ、彩りフェスティファル。白亜先生って、それ…お、いや、やし、ハルフィッド、いや…なんだ、知り合いなのか。なるほど。白亜を探すために、わざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。俺のことばかり言うが、お前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら、事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。待て、白亜先生というのはまさか。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ、最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。余計なことを言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。なら名誉に思ってこの依頼を引き受けないとね。おお、お前の先生って優しいな。きなりさんと似てると思うよ。なんというか、性格はちょっと違うけど雰囲気が似てるの。では、後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。え？ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか？僕は結構好きだよ。What？ でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。うん、
笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？一緒に見に行くか？luar biasa cara menghindar ya. どうやら本当にいいジョークというのは必ずしも人を笑わせるものでなくていいらしい。やあ、itu betul sih。スクロースのことは頼むよ。こちらの新しい友達のことは僕に任せて。アルベドとスクロースはいい人だけど、食事中ずっとジョークの話ばっかりで、ちょっと頭が痛くなってきた。いやー、itu betul sih, like dari。鍋の方は大丈夫かな？はあ、よかった。そこしか焦げてなくて。鍋は洗ったらまた使えそう。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。あ、見てないと焦げるっていうのもピクニックではよくあることなのか？ Don't let it get you down, so close。 うん、セノさんには申し訳ないけど、別の日に改めて作るしかないかも。そうだねえ、気づいてるかもしれないけど、コレイさんなんだか落ち込んでるみたい。みんながおしゃべりしてる時もあまり元気がなかったの。 I get that feeling as well。 あのメモのこと覚えてる？ふと思いついたんだけど、あの謎を解いて祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人。わいがれ。そう、コレイさんなら私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。ううん、これはまた後で考えよう。実験の進捗も大事だけど、それよりもコレイさんの喜ぶ姿が見たいの。いい考えだな。オイラたちも手伝おうぜ。本当？正直に教えて。あなたたちもあの予言は信じていいと思う？ I know how I can find out。 こいつの言う通りだ。I will be back shortly。 わかった。それじゃあモンド城の合成台で合流しよう。私は先に考えておくね。ただいま。惜しかったね。もう少し早ければ今の風車に関するジョークを聞けたのに。やめてよ、5回目はさすがに勘弁。そう言われると逆に気になるぜ。一体どういうジョークだったんだ？そういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよね。いつ行くの？ Dragon on of East at some point。 Oh, East? Oh? 明日の朝だ。お前は予定はどうだ？山に登って散策したいな。植物の標本を採取したいんだ。僕が付き添うっていうのはどうだい？僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだ。いたいた。お、エオラ。お、何？ここに焚き火なんてあるわけないと思ったら。へえ、目がいいね。さすが偵察騎士だな。まさかうっかり焚き火の
そうじゃないよ。焚き火の事前報告はなかったけど、錬金術師の2人もいるから目をつぶってあげる。あ、そうそう、自己紹介がまだだったね。私はアンバーで、こっちは遊撃小隊隊長のエウルア。私の友達だよ。こんばんは。君たちはコレイの知り合い？よろしくね。よろしく。アンバーとエウルアのことはコレイから聞いたことがある。本当？もしかして褒めてくれたの？前も言ったじゃないか。もちろん褒めたよ。基本的にいつも手紙が来るたびお前たちの話が聞ける。そうだったんだ、ありがとう。あ、コレイを迎えに来たんだった。この辺で失礼するね。行こう、コレイ。いくつか景色がいいところに連れて行ってあげる。あ、分かった。相変わらず元気いっぱいだな。おー、いやし、やら。お？セナもアンバーのことを知ってるのか？gue melihat ada drumstick di kejauhan. Apa yang terjadi di situ? ああ、以前会ったことがある。それに、コレイの大事な友人だからな。俺たちは感謝してるんだ。アンバーの活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞ。おお、もう遅い時間だ。明日も予定が詰まっているから、みんな帰ってゆっくり休んでくれ。 Yes, we should preserve our energy. うん、僕も片付けを手伝うよ。バイバイ。金曜野郎にメモの内容を確認してもらいに行きたいのか？ベッドスカリバイマン。That's right. ひひ、やっぱりオイラ分かってるな。この時間ならあいつは酒場のあたりにいるはずだ。ベッドスカリ。早速行ってみようぜ。Oke, ke tavern.Seperti biasa, kita ke Angel's Head. Oke, ini semakin banyak. Oke, wah, oh, gak tau ada banyak. Oh, ada dia. Ada di sini dia rupanya. Hello. Hitashiburi. Hello. Ginyo, yaro. Yappari mata sake o nonde tanda na.早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは大事な話で来たんだ。な、な、どうなんだ？ Yeah, any talk? 忘れたのかい？今はウィンドブルーム祭の期間中だから、安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。じゃあ答えは教えないで、この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれ。つまりちょっとしたヒントが欲しいってこと？ and a blessing or two to boot. 君の答え気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。それから、僕はランプがどこにあるかも知っている。What? Where? その4つを見つけたら、場所を書いてあげるよ。優しいでしょ？はっ！どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には、僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。
吟遊詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。Dengan tiap hari minum terus ya wine-nya ya. Emang lo Fenty. そうだ。すべてが終わったら一杯付き合ってくれるかい？これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。オッケーだ。teman untuk teman minum maybe。まだ僕を見ていたんだ。まさか今から飲みたいのかい？もちろん僕は嬉しいよ。でも友達がまだ待ってるんだろ。 Yes。 安心してよ。お祭りはまだまだ長いんだから。Oke, kita tanya ke Supro sekarang. Fatimanya udah berarti. 存在しない花。存在しない花。Tunggu. Itu bunga eksis kok enggak salah deh. Jadi trailer ayat di akhir nanti itu.いい知らせと悪い知らせ、どっちが聞きたい？お、じゃあ悪い知らせの方かな。え、普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。 Let's get to the point. とにかく風たちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ、やってみる甲斐はあるってそよ風が言ってたぜ。それって悪い知らせには聞こえないね。本当の悪い知らせは何なの？悪い知らせはオイラが食べた。めっちゃセナのせいだ。面白くなかったらセナのせいなんだからな。出てくるわ。大丈夫、安心したよ。で、行くったらお前も。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種といった方がいい。そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょ。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの？この命題のシーンは一体何なんだろう。我这个不信邪好像啥的。うわぁ、もうやめてくれ。頭がパンクしそうだ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。Iya juga ya, kalau dibuat berdasarkan alchemy itu bisa dihitung nggak ya? If by that you mean a flower from beyond this world? Arubeto 先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。やっぱりもうちょっと自分で考えてみよう。風の花ってことはないのか？ウィンド？あ、そういえばその可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。お、いや、違うや。つまり
本当の風の花は存在しない。これって方向性の一つかも。しっかり頭の中にメモした。帰ったら文献を調べるね。あう、ひひ、おいら役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。 Even a broken clock is right twice a day. ちょっと準備しないといけないから2日後ここで落ち合うのはどうかな。 Today's okay then. うん、残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でもオイラたちが3人でやってるってことをコレイに教えなくていいのか。I mean, untuk surprise boleh sih. サプライズにしようかなとも思ったけど、期待させておいてがっかりさせたくないし。あ、ロアちゃんごめん。パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。この2日でチャンスを見つけて、私からコレイさんに伝えるね。Understood. うん。それじゃあよろしくね。Oke, part 1 selesai. Ayo, Sucrose. Sucrose, kita za. Tabibito-san, Paimon. Watashi mo ima tsuita tokoro. Chotto seiri no shigoto o shite ta no.あ、そうだ。コレイさんがさっきここを通ったんだけど、宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてって。ティナリさんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。 Understood. How has progress been on your end?まあまあってところかな。考えを変えたら新しい方向性が見えてきて。うん、簡単に説明するね。私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。つまでも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には、特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。Specific people. ってことは、今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつをあげていけばいいってことだよな。うん。うん。命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。4つの命題それぞれに候補者を選ぼう。That makes sense. じゃあまず1つ目から始めようぜ。一つ目の命題は確か存在しない花だったよな。私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生はこの方面の専門家だもの。 You did come as an You did come as an expert too, you know?そうだぞ。スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。もしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないし。え、私の？あ、そうだ、ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。もし何か花を探すんだったら、あいつに聞くのが一番早いだろう。どうですか、リバイバル。うん、
じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目、命題は絶対に迷わない道案内人。Di Saino kah itu? Kayaknya. Kayaknya sih Saino itu kelihatannya. Suboku chushouteki da na. Zettai ni maigo ni naranai hito tte iitai no ka? Sono ue, hito no tame ni houkou o shimeshite ageraleru hito ka. Anmari kantan ja nasasou. Wait, what? Perhaps an astrologer then?モナか？あ、モナのことだよな。確かに入りそうだぞ。モナさんなら、そうだね。腕には自信がありそうだし、占いで人に方向を導いてあげられるね。いや、しもんないよ、ブラテ。オッケー？ベネットは入らないか？あ？ワイヒープ？ほら。ベネットの運って相当悪いだろ。つまりあいつと逆の行動をすれば正しい方向が見つかる。そうだろ。dapat berpikir dari mana pak? 確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし。候補は少ないより多い方がいいぞ。いや、バイバーガー、トンベッチパイモンで、ムチベッラ、え、とくらだ。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんも、この命題にふさわしい人じゃないかな。いや、ジューか、アンバーや。バニャシーズ。おう、あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。そういえば、オイラとこいつも、初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか？考えてみるね。あ、もしかしたらもう一人いるかも。あとライ。やっぱラゾル。アルベド先生はセピロス騎士団遊撃隊のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど、道を探すのも結構得意だよ。オッケー、itu saya tidak expect sekali。他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし、人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。OK、untuk pertanyaan kedua banyak banget yang dimasukin。 待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。二人ともごめんなさい。場所を変えて話してもいいかな。 OK で。おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。リップロフェスティファーパート2。おお、これでまだどう、もうすぐラグウィルや。だって、あ、こんなピザだよ。コレイさん、早く来ちゃってごめんなさい。大丈夫そう？うわ、スクローズ、私、今準備してて。あ、なんだ？もしかしてもう約束の時間なのか？本当にごめん、私。これ、これ seems to be wrapping gear。And now she friendly trying to hide it. I wonder who they are for. 気を楽にして。私たちも合流したばかりだから。道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。
お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調に進んでるか？まだ話の途中だったから続きを話そう。いや、また言うんかっていけ。次は三つ目だったよな。嘘をつかない人、誰か思いつくか？ One who never lie. Maybe Dilo. Iya sih. Atau kayak gak mungkin. Kayak itu opposite-nya dia. Dilo かな。 あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。Iya sih, dia kan itu ya, naik juga ya. Ah yes, his secret alter ego, the Dark Knight Hero, must have to deny it if anyone else. In that sense, he has got a complicated relationship with the truth. じゃあ、ガイアン。バルゴフィラ。人当たりが良さそうな騎兵隊長だけど。いやいや、お前もけどって思ってるだろ。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。絶対に正直な人生なんて送れないに決まってる。返す言葉もないよ。金融野郎、あの金融詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。毎日嘘ばっかりだもんな。ラジョール。ラジョール。ラジョール dia kan enggak terlalu paham dunia yang sekarang gitu. Jadi ini enggak ada alasan untuk berbohong. 代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと、身近な人の面倒を見るためにたまにいろんな方向からみんなをフォローすることがあるの。例えばリサさんが図書館に入り浸っていたせいでパトロールの時間を逃しちゃった時なんか、ジン団長は「リサは今体調を崩してて」とか言ってあげてる。あとはクレイちゃんをあやす時も、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。これって基準を満たさないことになっちゃうのかな。いや、maybe。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのってなんか。This prophecy it seems very strict。オイラたちが厳しすぎるんじゃないか。いや、ちょっとやすい。どっちがしパイプ？私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。ロサリア…エビ？あ、コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて、凛としてて、見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけど。 What gives you that impression?だいぶ前、彼女が錬金場を通ったことがあって、私にアルベド先生のことを聞いてきたの。 What? その時、アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、そしたら彼女はなんとね、アルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよ。当時の彼女の表情はまるで、特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で、全然目的を隠そうとしなかったの。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなって。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。なんか嘘をつく必要があったら
そのまま手を出しそうな感じっていうかさ。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときっていつも急にいなくなるらしくて、言い訳すらしないんだって。オッケー。いや、itu betul sih。すごいやつだぜ。はい。あいつをリストに入れようぜ。それなら、セノさんも入ると思う。うん。セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし、ロサリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。Interesting sekali。じゃあもう一人、レザー。あ、分かった。嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。betul。prediksi saya akhir-akhir betul aja. Oh, the error sih. Soalnya kan ini mereka nanti ngajak banyak orang ya. Wah, udah pasti kepikiran Razo pasti masuk itu. 私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。待って、あと一人、年中合成台の隣にいる。ティマウス。え？ティマイオスのことか？うん。彼は、その、実は。おいや。あの、ティマヨスは最近、恋愛にのめり込んでいて、誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで、絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。こいつ、好きなやつができたのか？そうなんだ。誰だ？お前は知ってるのか？私もまだ会ってないの。ただリーユエ出身としか。ティマイオスが言うには話がとても面白くて、雰囲気も素敵で、顔立ちもとても綺麗な人なんだって。 All great qualities, but that says nothing about identity. そういえば、ティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でも、そういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前、レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか。お礼にって、新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。それじゃあ最後は、永遠に終わらない伝説だね。これを聞いて誰を思いつく？ Legend that never ends. Legend tidak pernah saya. Gue si traveler. Lisa さんとか？図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ？伝説とかって本の形で記録されるもんだよな。Bisa sih itu.
Not necessary, but you have a point. 確かに伝説といえば子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ？ティナリとの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ。私も入るのか。もちろんだよ。メモするね。Are you eligible for this one, Socros? 私は錬金物質図鑑分析と活用、不思議な合成原理とか生命の推論みたいな類の本が好きかな。Okay. そうだな。タイトルもよくわからないぞ。もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だから、きっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだ。よし、じゃあクレイも追加しよう。うん、そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関することを聞きに行けばいいよね。みんな探すのか。結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？その方が効率がいいと思う。いいぜ。ロッキー、あと情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。ええ、旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから二人が一緒で、私とコレイさんが一組ね。あ、いい。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。あう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。ジップ出発。あ、わかった、教えて。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。 OK。 拠点、なんだか面白いな。ロンホール、えぇ、じゃあねじろ、もうちょっと違うよね。それかアジト。リサさんのアジトに着いたよ。やリサだよ。なんだか私間違った単語でスクロースを引っ張ってきちゃった気がするんだけど、どうしよう。リサさん、あれ？え？お、じゃあ、あれ？え？スクロースにコレイ？どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。どうぞ。I can only suggest that for Cole, someone at least as far as I know. 頼むからさ、そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国でダジャレキングにでもなるつもり？あれ、リサさんはいないの？
驚いたかい？彼女は外出中なんだ。今は資料を調べている僕たちしかここにいない。俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただ先輩を探しに来て当てが外れただけだ。おお、リサさんってセロさんの先輩だったんだ。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。俺たちはソロン派の学生なんだ。なるほど。って違う違う、今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど、皆さんの意見が聞きたいんだ。どんな予言だい？ Explaining again. なるほど。この二人を探していたのは存在しない花のためで、俺を探していたのは嘘をつかない人のためか。ああ、その慌てて答えを出さなくてもいいよ。ただみんなにこのことを知らせに来ただけだから、ゆっくり考えてくれていいから。何か手がかりがあったらスクロースボックスまで手紙を書いてくれたら嬉しい。スクロースボックス、クロース。うん、来る途中で考えたの。この問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど、研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高い。二言三言じゃ説明できないと思って、だから合成台の隣にメールボックスを作って、みんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたの。へえ。でもスクロースボックスって呼ばなくてもいいんだ。スクロースとコレイのボックス、スクロースとコレイ並びに旅人とパイモンのボックス、そう呼んでもいいと思う。こんなところで列挙法を使わなくても。確かにいい方法だね。口頭で言うよりだいぶ便利そうだし。ああ、嘘をつくかつかないかなんてそんなことは普段口にしないだろうしな。わかった。なら僕たちも準備し終わったら手紙を君たちのメールボックスに入れておくよ。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて他の人を探しに行こう。うんうん、メモしたよ。二人とも内気な性格なのにこんなに仲良く付き合えるなんて。コレイはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと思わないか？確かにちょっとね。外へ出かけて昔の友人と会うことは体にも心にもメリットのあることだよ。かつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのもとても有意義なことなんじゃないかな。ああ、だが俺が初めてコレイに会った時、あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。確かに。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ、あの子は本来活発な子なんだ。ただいろいろ経験してしまったからこそああなってしまったんじゃないかなってね。モンドへ来て植物を探すのも画家を探すのもこっちの二つの方が口実だったんだね。そうとは言えない。コレイも七星召喚もどっちも重要だ。こういう時は素直にそうだって答えられないわけ？ああ、
お前の言う通りだよ。確かに俺たちはコレイのことが心配だった。あいつはこっそり何回かモンドへ来ていたが、あまり気分が変わったようには見えなかったからな。もう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。スクロースの助けでそのわだかまりが解けるかもしれないと僕は思うよ。それはスクロースの指導者としての自信？そうとも言える。そういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？うん、君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールの全ての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃない。まあ僕たち3人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけど、まず一緒に論文を書いたりしないしね。おお、なるほど。論文というのが学術課程の核なんだね。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。純粋で怪我されていない、何の学術の力も介入していない兄弟関係。あんまり認めたくないけど確かに間違ってはいないかな。理解できるよ。僕にも妹がいる。兄が妹を守るのは当たり前のことだ。君たちが言ったことは全て僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた。家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ。同じ目的のために築いた家庭の方がもしかするとかえって堅固なのかもしれない。それはそうと、二人はどっちの方が年上なんだい？おいや、いつ違う、僕ならさらそうです。その話題はやめておこう。わーい。年齢から見るともちろん俺の方が兄だ。ただこいつが認めたがらないだけで。あ君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。それかコレイを一家の姉にしてもいい。ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は七星召喚で後手を引いた時だけだ。Gak, oh juga penasaran sih siapa yang lebih tua gitu. Dari tampaknya mereka sama-sama umurnya gitu. Acchi wa aitsura ni makaseyou ze. Zenbu ga junchou ni iku to ii na. Oh, itu yang terjadi to maksudnya. Oida tachi wa mazu dochi ni ikeba ii ndakki? Kayak apa? Ah, kokuchiban no tokoro ni itte miyou ze. Hiruma dattara近くには人が来るはずだし、もしかしたら探してるやつが見つかるかもしれないぞ。Okay, okay, okay. Get to the monster, little boy. Wah, ada Lisa, Mika, Bennett, Razor. Hah, ada, ada. Oh, cukup ada tu. Sepakat semuanya. Oh, Lisa sama ada ada tu. Hi everyone, long time no see. Oh, tabibito ni Pai mo. Hisa shiburi da na. Genki shite ta ka? Hihi, genki datta zo.可愛い子ちゃんたちがこんなに驚いているのは私のせいなのかしら？師匠、
いつもの場所にいない。私だって椅子に生えているわけじゃないもの。たまには外へ出てお散歩しないと。今日はちょうどミカも来ているから、ベネットとレザーを紹介しようと思って。お互いよく外を回っている身だから、知り合っておくと何かと便利でしょ。こんにちは、ミカです。 Hello ミカ、Nice to meet you。 よろしくお願いします。そうかしこまらなくてもいいぜ。こいつらとはもう長い付き合いなんだ。みんないい人だぞ。ウィンドブルーム祭楽しい？オイラたちまだ遊んでないんだ。ある予言の調査を手伝っててさ。予言って何の予言だ？いい予言ですか、それとも悪い予言？あら、面白そうね。お前らのリストには俺までいるのか。俺で本当に役に立つのか。自分を信じる。そうですよ、自分を信じましょう。ベネットさんはすごい冒険者なんですから。よし、じゃあ俺は大胆に意見を出すぞ。けど俺ちょっと言葉にするのが苦手だな。今すぐ考えをひねり出さなくてもいいぞ。シクロースがモンドの合成台の隣にメールボックスを作るって言ってたから、手が空いてる時に考えを書いてあの中に入れてくれ。とても行き届いた効率的な考えね。さすがスクロースちゃん。少し考える。待って、他のやつにも知らせるんだよな。じゃあ先にそっちを回ってきてくれ。俺たちのことは気にしなくていいから。準備が終わったら手紙を出しとくよ。うん、じゃあ先に行くぞ。バイ。次は星拾いの崖のあたりへ行ってみようぜ。もしかしたら人がいるかもしれないし。オッケー。運悪く人に会えなかったとしても、高いところなら視界が開けるから人探しも楽になるしな。いや、やっぱり betul aja tapi ada enggak juga isi Paimon。 かわいこちゃんたち、お疲れ様。あまり無理をしてはダメよ。疲れたらお姉さんのところで一休みしてお茶でもしましょう。 OK Lisa。Oh, lagi bicara-bicara di depan situ. Di kole sama ini ya. Atasi no noto niyoruto, tsugi no basho wa achi da na. Un. Ja, atasi ni tsuite kite. Okay. And someone that matches the prophecy.予言。itu si Amber Noelle, who is that lady? Eula, oh. よかった。誰かいるみたい。アンバー、それにエウラも、あれ、スクロースお姉ちゃん、それに長いマフラーを巻いてるお姉ちゃんも。コレイ、ちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル、セピロス騎士団のメイドさんなんだ。コレイ様、こんにちは。過去にもモンドにはお越しいただいていたようですが、その時はご挨拶ができなかったので、こうしてお会いできて光栄です。
こんにちは、コレイだ。そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。別に今は外交の時間ってわけでもないんだから。クレイちゃんはどうしてここに？お魚をドッカンしに行くの？違うよ、クレイは今騎士団のみんなとパトロール中なの。そういえば私とコレイさんを除いたらここにいるのってみんな女性の騎士だね。いや、ジュガシ前に聞いたことはあったけど、こんな若い騎士がいるのを見るのはやっぱ驚くな。コレイお姉ちゃんは何をしてる人なの？アビディアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。見習い？まだ正式なレンジャーにはなってなくて、準備中っていう意味だな。では私と同じですね。私もセピロス騎士になれるように精進していますので。さっきパトロールとは言ったけど、別に正式なものじゃないの。というより雑談の方が近いかしら。緊張するんじゃないコレイ。すぐに話題を見つけてみんなの輪に入るんだ。慌てずに落ち着いて。アンバーたちに会ったからっておどおどしちゃダメだ。当ててみようか。最近来たお客さんのことについて話してたんでしょう。ニューゲス？そうそう、近頃町にスメールのお客さんが何人も来てるでしょ。だからみんなでこっそりサプライズを用意しようって話してたの。小さいのかね。アンバ、うわっ、ごめん、私ついうっかり。どんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。 Why Amber? Why you say that? ダメだ、今は何を話したらいいんだ。思いつかない。実は私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだ。なになに、どんなサプライズ？クレイも聞きたい。スクローズがきっかけを作ってくれた。よし、この勢いに乗って。tadi. 面白い予言ですね。ただ私には全く見当もつきません。なるほど、君たちの代わりに情報を集める人が必要ってことね。私も協力するわ。ありがとう、エウルア。友人なんだからそう遠慮しないで。Ini perasaan gua doang tau, Eulanya kok enggak seperti biasanya? 急いで返事を考える必要はないから、合成台の隣にメールボックスを用意するつもりなの。手がかりを見つけたらいつでも手紙を書いてそこに入れて。うん、クレイ書くよ。面白いわね。みんなで思いついたことを書いてそこに入れましょう。安心して私たちに任せて。けどその前にまずはパトロールの順路を回らないと。どこを回るの？今日は暴風山地からモンド城の城門までだよ。あんたたちに用事がなかったら誘いたいところだったけど。気にしないで、またパトロールはあるだろうし、予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよ。ああ、そうだな。じゃあ私たちはそろそろ行くから、またお会いしましょう。お気をつけて。
レイさん、大丈夫？そんなに丸分かりだったか。 Yes。 そういうわけでもないけど、ただ何か心に抱えてるのは分かったから。つまりバレバレだったってことか。もし悩み事があるなら私に言って、相談に乗るよ。スクロース、私実はアンバーたちとどう接したらいいのかちょっとわからないんだ。でも仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達としてとても大事に思ってる。私にもよくわからないんだけど、考えれば考えるほど全部私自身の問題なんだと思う。昔モンドにいた頃の私は未熟で、警戒心が強くて誰に対しても強く当たってた。でもアンバーはそんな私を追いかけて友達になってくれたんだ。アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ彼女のことを誰よりも慕ってる。アンバーの真似をしてアンバーみたいになりたいと思ったんだ。でも時間が経ってやっと分かったことが一つある。私はアンバーにはなれない。むしろそんな考えを持った自分がおかしかったんだ。私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった。私の性格ってあんまり良くないし、あがり症だし、いろんなことを考えすぎちゃうし。コレイさん、そんなこと言わないで。どうされこれ、何びらんけい。スクロース、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？ Yes. Tell her. The two girls come to us. We'll stop at a place with some lovely greenery. The breeze pick up. Hole tells her life story. From her childhood to her recent recovery.Eliasa. Ya, gua gak tau itu bisa. Oh, dia pas shock banget. Kono ko no joukyou wa oumaka ni kiite wa ita kedo. Demo nande kanojo ga konna me ni awanakya ikenakatta no? Ya, tidak terprediksi masalah itu.ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私、自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって私からすると認めてもらえたってことなんだ。だって私、そのもう気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。それに自分の興味がある話題だとのめり込んでよく話が止まらなくなるし。でも前に私が錬金術の話をしてもあなたは全然嫌がらなかった。だからあなたがこういう話をしてくれて
むしろ釣り合いが取れた感じがするの。 That's sweet。 さっきの話を聞くまで、あなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。つまり、私たち似た者同士なんだよ。 Yes。 本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって普通の人よりも気力を何倍も使うものだから。言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。うん、すごくわかるよ。それに天才から指導を受けるのが簡単じゃないってこともね。あなたと出会うまでここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいいと思う。あスクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。もしかしたら本当に彼女の言う通りで、私たちって似てるのかも。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。モンドの風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちってまだ少し距離があるのかも。少なくとも、物の見方についてはね。スクロース、ありがとう。言葉にして、だいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと、種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな？チーズ味とトマト味があるんだけど。リマナ？うん。チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。あのまま二人で座っててもらいましょう。そうだね。コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。彼女の過去を全く知らなかった新しい友達だから。よくわかんない。何が違うの？全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。人ってね、いろんな友達から
いろんな力をもらわなきゃいけないの。今のコレイには私一人だけじゃ足りないんだよ。オッケーだよ。ダルステップ。えおい、にーちょっと待って、雨の日の外出ほど面倒なものはない。bisa ketemu Rosalien. 星拾いの崖に到着だ。ここにオイラたちの探してる人はいるかな。 Yeah, in the middle of storm. Yeah, Paimon. 助けてくれ。頼むから絶対に手を離さないでくれよ。 Holy hell, Timaeus. 何の騒ぎだ。早く見に行ってみようぜ。ティマイオス？それにロサリアとモナ？一体どういう組み合わせだ？私も聞きたいです。これは一体どういう組み合わせなんでしょうね。 What kind of motley crew is this? 久しぶりね。 Greetings everyone and happy Windblooms Festival。その様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。おお、少なくともそこで地面に倒れてるやつよりかは元気に過ごしてたな。そんなこと言わないでくれ。僕だって人生を謳歌するために頑張ってるんだから。よく言えたものですね。もしこのシスターさんの助けがなかったら今頃重傷を負って最悪死んでたかもしれないんですよ。もちろん分かってるさ。本当にありがとう。どうお礼したらいいか。気にしないで。別に手間がかかったわけでもないから。確かに手間はかかっていませんね。手を持ち上げるだけでティマイオスが落っこちそうになってたのを救ってましたし。何があったんだ。ティマイオスが崖から落ちそうになってたのか。うん、実は今日僕が星拾いの崖に来たのは花を摘みに来たからなんだ。でもその途中でモナさんに会ってね。彼女は先生の番を見ると危険な目に遭う可能性があるから山には登らない方がいいとアドバイスしてくれた。けどお前は登ったんだな。そう、なぜならやらなければならないことがあったからね。はあ、大切な人に花を贈るためだけに命を捨てるんですか。さすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね。別に死を求めてなんかない。僕だってこんなことになるとは思ってなかったんだ。モナさんが危険な目に遭う可能性があるって言ったから、ただ気をつけてれば大丈夫かなって。本当にすまない、悪かったよ。だが聞いてほしい。ウィンドブルーム祭は愛を渇望するモンド人のためのものだろ。僕はその愛を追い求めるために来たんだ。はいはい。で、ロサリアはどうしてここにいたんだ？人の少ないところを探して静かに過ごそうと思ってたら、つい人助けをしちゃっただけよ。なるほど。だから水裏の番の示した結果が完全に危険なものではなかったのですね。じゃあ、またデンジャーロ。そうだ、旅人とパイモンは星拾いの崖に何で来たんだ。オイラたちの運を試すためだぞ。今日はいろんな人を探すためにあっちこっち走り回っててな。あ、そうそう、
ちょうどお前たちのことも探してたんだ。え？え？そういうこと。じゃあ私たちは手がかりを見つけたら、それをメールボックスに入れればいいのね。そんな予言が。しかもまさか僕まで参考の対象に入るなんて。けど僕が恋してることってみんなもう知ってるんだね。今日ここに来たのも、その好きな女性に一番似合うセシリアの花をプレゼントするためだったんだ。彼女は。ストップ！そんなの誰も聞いていませんから、勝手にその人の話を始めようとしないでください。バレたか。手がかりが必要でしたら、この天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう。私の直筆の手紙を待っていてください。君たち忙しいんでしょ。これ以上引き止めないから行きなさい。おう、じゃあな。よし、とりあえず戻ってみんなと合流しようぜ。 Bye for now, everyone. Demiles, please try to stay safe. もちろん。ありがとう。はあ、本当に恥ずかしい。Go to Atomic Bench. Okay, young. Who in the hell are you? Gua gak pernah liat lu baru kah? Who are you? Okay. Ini pertama kali gue lihat. Interesting. Lucu anjir itu mailbox-nya. Modottazo. Kido, omae tachi no hou ga hayakatta mitai da na.お疲れ。うまくいったか？ああ、話は全部伝えてきたから大丈夫だ。こっちは少し早く戻ってこれたから、さっきまで一緒にメールボックスを作ってたの。今日はついてるんだ。近くのお店から材料を全部タダで譲ってもらえたの。コレイの指に木のトゲが刺さっちゃったのは申し訳ないけど。平気平気、いつもウリンで活動してるから木のトゲなんて問題ない。手当てだって済んでるし。今日やっておきたいことは全部終わったから、あとはみんなが手紙を届けてくれるのを待つだけだね。旅人さんとパイモンはゆっくり休んでて、メールボックスは私がチェックしておくから。スクロースってアルベドと同じで頼もしいよな。お前らがいるとオイラたちも楽できるぜ。そんな、照れるよ。それよりもうお腹ペコペコだぞ。旅人、ご飯をおごってくれよ。 Alright, I guess I better go get Paimon some food. あ、私はスクロースと一緒に余った材料を店に返してくるから、早くご飯を食べに行ってこい。お腹を空かせすぎると体に良くないしな。うん、今日はもう解散して大丈夫だよ。準備ができたらまたここに集まって情報をまとめよう。 Who is this? うん、 Who is that?
Tuh, pakaiannya beda sekali. Hilang ya. Damn it. Mari kita makan. Makan. これとこれ、あとそれも。Hear that? It sounds of more pouring out of my wallet. だって本当にお腹が空いてたんだから仕方ないだろ。それにお前も食べるわけだし、別に独り占めってわけじゃないぞ。Yeah. Oh, that payment mentioned it. You realize that you two are revenues. Two of you stuff your face. Tabita, Tabita! It's feel pretty good just, it's feel pretty good to just relax and take in the scenery after all that great food. 品物は全部用意できた？じゃ、午後5時に私の家でいい？ああ、もちろん。酒と燻製ハムを用意したから、お前の親も喜ぶと思うぞ。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから。私の家ではハムを食べないってそろそろ覚えてよ。ベーコンしか食べないんだけど。今日は牛乳を買って帰らないと。暇なら私のところへ来てちょうだい。景色を見てるの？Yes, Wendy. 原油野郎、お前もご飯を食べに来たのか？ Should we order something for you? おごってくれるの？残念。君たちと会う前にお酒を飲んだばっかりなんだ。Bukan yang hanya dengan minum bir ya. だから、その気持ちは心に留めておいて。これからも機会はたくさんあるだろうしね。それより、いい知らせを持ってきたんだ。感謝してよ。いい知らせ？見ればわかるさ。It looks like paper with a simple map and something like incantation on it. なんだこれ？今の君たちに一番必要なもの。予言にある謎の答えだよ。うん。その地図が示す場所に行けば、君たちの探しているランプが見つかる。ただ、However, 僕が君なら、自分から答えを一方的に明かしたりはしないかな。知っての通り、この答えのためにかなりの人が頑張ってるわけだしね。Yes. 秘密は。長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。I understand. とりあえず僕からは以上だよ。二人とも忙しいよね。予言のことが片付いたらまたおしゃべりしよう。もし暇なら愛の歌の授業をやってもいいし。Fast track low poem class.またそれをやるのか？うん。でも今年は他に生徒がいないから君たちに参加してもらうしかないかな。それじゃまたね。 OK! You later! 金融野郎に会うたびいつも自由気ままな感じがして羨ましいよな。少しお話いいかしら？ん？お前は…こんにちは。私のことはスカーレットと呼んでちょうだい。
Tunggu, itu pakaian dari sini anjir. Harlet. Kimi to onaji de yoso kara kono mondo ni kita tabibito yo. Tunggu. Tunggu, nama Scarlet kok kayak gua pernah dengar deh. Ya, Scarlet Witch. No, 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 bukan itu. Ya, gua enggak tahu lah. Ippai juice wo ogoru kedo. Dou? I am not drinking today, but thank you for offering. So, kedo, watashi no kouii wo hiteishi shiteiru tte wake ja nai mitai ne. Tabi de takusan no hito to deyatte kita no ga wakaru wa. Sonna no ga wakaru no ka? Oira tachi jitsu wa keiken houfu na boukensha nan da. Ee. だからこうして話しかけたの。さっき商店街で買い物してた時にたまたま君たちが錬金場の近くで話してた内容が聞こえてきたの。ある不思議な予言を調べているのよね。まあ確かに不思議な予言だな。それってとてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いするのだけど、もし答えを見つけたら私にも教えてくれないかしら。 Are you interested in it too? 予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるの。 What? Monster Destination? 私は遠い異国の生まれなんだけど、私の家族や友人はモンドで長いこと過ごしていたことがあってね。モンドはロマンあふれるいいところだから一度見てみるといいって勧めてくれたのよ。つい最近偶然その人と関係のある記念日だったから、こうしてわざわざ足を運んでみたってわけ。彼女が目にした景色を見てみようと思ってね。で、お前はモンドのことをどう思ったんだ？確かにロマンと自由の名に恥じない場所ね。ひっ、オイラたちもそう思うぞ。じゃあ予言の件は、 I will let you know if we find the answer. ありがとう、いい人ね。君みたいな人と知り合えて嬉しいわ。それじゃあこれ以上は邪魔しないでおくわ。二人はゆっくり楽しんで。いい一日を。あの格好、確かにモンド人じゃないみたいだ。あいつの故郷ってどこだろうな。Ya, tempat yang dingin sih, ya. Tempat yang di Arkon S itu sih. Tempat yang fatui. Watashi no tame ni sonzai shinai hana wo mitsukete okure. Watashi no tame ni zettai ni mayowanai michi annai nin wo sagashite okure. Watashi no tame ni uso wo tsukanai chūjitsu na hito wo tazunete okure. Watashi no tame ni eien ni owaranai densetsu wo motomete okure.God damn it. Now what? 自由に見えるこのモンド城でも、君みたいに私の後ろを密かに追跡する人がいるなんてね。君にもいい一日よ、お姉さん。Complete? Okay then. Kitazo! Tabibito san ni pai mo. Chōdo ii tokoro ni kite kureta ne. Mailu box ni tegami ga takusan todoite ta kara, seiri shite oita yo. Oo! Sugoi na!
やるべきことをやっただけだよ。それじゃあどれから知りたい？Banyak ya itu notnya. Kita lihat dulu satu persatu. Yang a flower that is not of this world. Naik lari. Attached is a list of rare species. I have added a short description to each entry, and I hope you can find your answer within them. Best wishes to you. Hey, Nari. God damn it, gua agak pusing ngomongin. Bentar. Okay, yang kedua, Albedo. Ini sokros. Read and other. Okay, yang pertama sudah. Yang kedua, guide who will never get lost. Mana? Ini. Read upper left. To the third one. One who will never fly. I know. Say no. Ah, my throat. Rosaria. Money, rather. Short? Well, that was short. Honestly. Okay, yang keempat. Kita kurang satu orang deh. Gue lupa sih. Lisa. Ini agak aneh, tapi ya sudah. Okay. Ma, stop reading. Sucrose. じゃあ、存在しない花に関する手がかりを簡単にまとめるね。リナリさんは存在しない花をパラドックスだって考えてるみたい。アルベド先生は答えを保留して直接会ってから話すって。私の答えはというと、存在しない花は花の形をした時計だと思うんだ。次は絶対に迷わない道案内人についての手がかりだ。モナは一緒に予言の背後にある秘密を見届けに行きたいって書いてる。ベネットは私たちにフィッシュルかモナ、もしくは旅人に会いに行くようアドバイスしてる。ミカからはそれほど手がかりがないけど、ティナリ師匠に植物の分布図を書いて、セノさんにはトワリンの出没する周期表を作ってくれた。それからアンバーは手紙にこう書いてる。自分は誰を導くものでもなく、みんなの友達だって。嘘をつかない人に関する手がかりはね、
ロサリアさんが自分は適任じゃないって主張していることと、セノさんとレザーさんが私たちの探検に同行してもいいって書いてくれてることだね。ティマイオスは私たちに手紙を届けてくれてないみたい。あ、いや、どうか。いや、ティマイオスはゴルパン。最後は永遠に終わらない伝説に関する手がかりだ。クレイはママの友達に物語の本を書いてる人がいるって教えてくれた。リサさんは伝説は人々の心に永遠に残るものだと考えてるみたいだ。私はというと、永遠に終わらない物語には希望と夢が満ち溢れているものだから、受け継いでいく必要があると思ってるよ。それでこれらの手がかりにはどんな答えが隠されてるんだよ。パイモンの知恵があればすぐに思いつくはずだ。もしくは私たちが思う一番いい答えを交換し合おうよ。待って、待って、ビビアオラヘ。ティマイオス、どうしたの？ごめん、時間がなくて手紙を書けなかったんだ。みんな、え、また唐突だな。パペンちゃん、やめ。別に信じないわけじゃないけど、一旦落ち着いてちゃんと話してくれないか。ああ、僕とウグイスさんのことはまだ覚えてるかい？リンソベル？簡単に話すと、ウグイスさんはポーション研究の時にすごく助けてくれた人なんだ。あの交流以来、僕たちは文通を続けてて。スクロースが言ってたリーユへの女の人ってウグイスのことだったのか。ティマイオスって毎日合成台の前に立ってるから、てっきり研究に打ち込んでるのかと思ってたぞ。実際はウグイスに手紙を書いてたんだな。もちろん打ち込んでる時だってあるよ。いつも手紙を書いてるわけじゃない。それに僕たちがやり取りしてる内容はどれも高校とかポーション、錬金術といった真面目な話なんだ。話を本題に戻そう。何ヶ月か前、僕は天に向かって誓ったんだ。ウグイスさんと結ばれるまで絶対に嘘をついたり無意味なごまかしをしたりしないって。で、お前が星拾いの崖でセシリアの花を摘んでたのもウグイスにあげるためだったのか。その通り。セシリアの花言葉は遊興者の真心。これを僕の好きな人に捧げたいと思ってね。ウグイスさんは経歴も見識も僕より上だ。それは十分分かってる。でもたとえそうだとしても、必死に努力して勇敢な男に僕はなりたい。今はちょうどウィンドブルーム祭だし、そろそろウグイスさんをモンドに呼んでもいい頃だと思ってね。だけど昨日アルベド先生から聞いたんだ。スクロースさんは最近とある女の子の夢のために頑張っているんだろ。それに僕が課題を確認しに行ったら、彼女はなんと僕の分まで親切にやってくれていた。すごくいたたまれない気持ちでいっぱいだよ。みんな他の人のために頑張ってるのに、僕だけ自分のことしか考えてなかった。そんな自己中なやつがウグイスさんと釣り合うはずもない。ティマイオス、だから僕も君たちに加わりたいんだ。でもそしたらウグイスって人の方は。
先月からずっと計画してたんでしょ。その人をモンドに誘うんだって言ってたのに。確かに手紙にはそう書いたことがある。だからプレゼントを送ったんだ。僕が摘んだ風の花に手書きの手紙を同封してね。今は他のことを頑張らなきゃいけない状況で、それが終わったらすぐにリーユへまで迎えに行くと、そう伝えたよ。プレゼントも手紙も丁寧に包んだし、許してくれてるといいんだけど。とにかく僕のこの誠意をどうか信じてほしい。自分で言うのもなんだけど、僕はかなり誠実なんだ。僕の記憶が正しければ今まで嘘だってついたことない。そこまで言うなら、オイラたちもその決意を無駄にするわけにはいかないな。ありがとう、ディマイオス。ありがとうみんな。精一杯みんなのサポートを頑張るよ。これで嘘をつかない人は決まりだな。残りの人についても早く相談して決めようぜ。それじゃあ名前を呼んでいくぞ。ごはん。ごはん。花、道案内人、伝説、それからティマヨス。なんでこのお兄ちゃんだけ名前で呼ばれてるの？クレイの名前で呼ばれたい。よしよし、ならクレイちゃん。はい。でびさやクレイやがんぼ。クレイちゃんがいるとなんだか遠足みたいですね。雰囲気が和らいでちょうどいいだろ。Albedo, you have figured out your answer? もちろん。後で僕が用意した推測を検証しよう。 OK。 私ちょっと緊張してきた。僕も。おいおい、さっきの勢いはどこ行ったんだよ。いや、ルカス。いや、大丈夫だ。実は私もちょっと緊張してるんだ。わかるよ、人が多くなるとこううまく話せなくなるよな。とはいえ、これからどこへ向かうのですか？私が占ってみましょうか。予言の意味を紐解くと、答えを見つけた後に至福のランプがある場所に行って、見つけたものが正しいか確認する必要があるんだよな。そのランプってどこにあるんだ？ああ、それならもう調べてあるぜ。 Yeah, I have already found out where it is. さすが、いつも解決策を見つけてくれてすごすぎだよ。なら、そこへ案内してくれるかい？ Follow me. Oh! 至福のランプが眠る聖地に出発だ。OK。 だから、地図に書いてあるのはここ一帯だな。どれどれ。あ、もう目の前だね。
ここにランプはないみたいだよ。よく考えたら、予言には至福のランプがどんな形なのか書いてなかったな。私たち少し軽率すぎたか。旅人さん、紙に書いてある字を読んでるの？Exactly. Twenty knots here said we should look up and seek the answer from the sky. どれどれ？顔を上げる。ん？って、何もないじゃないか！おいらたち、まさか騙されたんじゃないよな？The sleep also said, now you should recite the incantation. What? Aimon, take a look at this. 耳の尖った猫の背にリスを乗せれば、敬虔な子犬がノッカーを打ってくれる。全部読んだけど、大した手がかりはないみたいだぞ。わっ、風だ！見て見て！相当強い雰囲気だ。上に行ってみよう。え？飛ぶの？誰か、僕も一緒に連れてってくれないか？あ、僕に任せて。Oke, kita terbang ya. Wah, ha, 初めて飛んだよ。お。Baru tahu ada pulau terbang di sini. Sora ni kecil na shima ga aru nante. Itai, donna hito ga tsukutta nda? Manga ichi no tame ni ruto wa zenbu kiroku shite oita yo. Kore de mayou koto wa nai.おお、頼りになるぜ。こんなところにこんなテーブルがあるなんて不思議だ。まるで誰かがお茶会のためにここに来てたみたいだな。モンドの上空にこんな隠された場所があったなんて。テーブルにすっごく綺麗なランプがあるよ。それに、ランプの面ごとに椅子が置いてあるおい、とランタンが変わらない。何やら椅子の背に文字が書いてあるようですね。見てみましょう。席につき、答えて、戸惑いを解く。うん。とてもシンプルなヒントですね。このヒントに従ってやればいいってことだよな。待ってくれ。どうしたんだ、アルベド。念入りにチェックしてから座った方がいい。みんな、少し下がって。それにしても、この場所ってすっごく景色がいいよな。さっきまでの緊張感から完全に解放された感じがするぜ。アルベド先生、状況はどうですか？うん、すべて問題ない。罠や仕掛けはないよ。それにこれといった自爆装置もない。え？それってつまり
僕たちは予言を叶えるために椅子に座って答えを口にする必要がある。でも試行錯誤が許されているということだ。みな、まずは必ずしも正解とは限らない答えを先に試して、2巡目から当たる確率の高い答えを提示しよう。パッと聞いた感じ筋が通っているように聞こえるけど、どうしてだ？さすがアルベド先生、そうすればこいつの運行規則を明確にできるからですね。なるほど、そういうことか。モナ、どうかしたのか？顔色が良くないみたいだけど。モナお姉ちゃん、お腹すいたの？くれ、お菓子持ってきてるよ。ありがとうございます、クレちゃん。でもそういうわけではありません。先ほどアルベドが調べていた時に、私も占いで他の手がかりを得ようとしたのですが、ここの異様な雰囲気は尋常ではありません。まるでずっと誰かに見られているような感じがします。この細工が外部の環境によるものでないのであれば、相手はまさか、まさか。Tunggu, gua melihat ada alat musik alis tadi gua lihat kayak. Mona just he heard it. Did she sense some kind of great power? まさか、何？いえ、私も確証はないので。そこまで言ってお預けかよ。クレ、アルベドお兄ちゃんの言う通りにしてみない。ああ、一緒に答えを確認してみよう、クレ。うん、モナお姉ちゃんも一緒に来て。ええ、わかりました。じゃあ一つ目の問題は私が回答するね。存在しない花。頑張れスクロース、お前ならできる。うん。私の答えは、種が4倍大きいスイートフラワー。絶対に迷わない道案内に。この問題は私が答えるよ。コレイ、答えが見つかったのかな。ふう、私の答えは私だ。わお。私はいつも導かれる側の存在だった。長い長い時間をかけて、やっとの思いで今立っているところまで来た。全然大したことないし、まだまだ未熟だけど、私がここで自分の名前を言ったのは、私も他人を導く人になりたいからだ。私はアンバーみたいに、ティナリ師匠みたいに、セノさんや私を助けてくれた大勢の人たちみたいに、この力を伝えていきたい。三つ目の問題の回答者は僕だ。嘘をつかない人、それは僕だ。子供の頃から大人になるまで、これといった長所は何もなかった。でも自分の誠実さだけは自信がある。それと、僕に自分を認める機会をくれたみんなにも感謝したい。さて、最後の問題は占星術師である私が答えましょう。永遠に終わらない伝説、それは人の運命です。おい、
光ったぞ。お、やら。うわ、ランプの面が4つとも全部光ってる。え、でも。But all we did was submit the bits of the test answer. コレイ、少し立ってくれるかい？お、ああ。ふん、え、これどういうことだ？なんで人が変わったのにまだ光ってるんだよ。予言にある問題に答えないといけないんじゃなかったのか？みんなそろそろ気づいているだろう。この予言に正確な答えなんてない。今僕たちは行動をもってそれを証明したんだ。正確な答えがない？そんな、どうして？古く謎めいた予言だが、これは僕たちが考えていたような古の仕掛けではなく、ただの小さな信号に過ぎなかったのさ。お、スカル、まさか君たちが本当にこの場所を見つけられるなんて思ってもなかったわ。うわっ、僕たち以外にもこんな場所に人が？また会ったわね、旅人。あ、お前は。あの日、鹿狩りでオイラたちに挨拶してきた異国の人。みんなのおかげで私はこの場所にたどり着けたわ。君たちが予言に集中してたから、私という小さな尾行者に注意が向かなかった。本当に良かったわ。そうかい？なら、君という小さな尾行者の背後に、どうしてまだ他の者がいるのかな？あら、本当に？挨拶はいいわ。私がここに来たのは君が目的だって分かってるでしょ。私が異国の客人ってだけで？君がこっそりと栄光の風に忍び込む姿を見たのよ。ベース？そんな早くから私に目をつけてたの？あれって2週間も前のことだったはずだけど。私は毎日仕事をしているのよ。君みたいな人に気づかない方がおかしいわ。いいわ、なら認めるしかないわね。この予言を童話の本に挟んだのは私よ。どうして？じゃあ、あれは本当の予言じゃなかったのか？心配しないで。私が怪しい存在なのは認めるけど、紙にあった予言は本物よ。それを私に残してくれた人はというと、ここにいる人たちも彼女の名前を聞いたことあるんじゃないかしら。古くからある女性集会であり、メンバーはそれぞれ文字をコードネームとしている。そんな、どうやら本当にあの力はおばばが残したもののようですね。あなたが B の弟子だったのね。お名前はかねがね聞いていたわ。私は J の継承者、スカーレット。 Successor of J。 どういうこと？それを説明するには古き王子から話す必要があるわ。でも、それって本当に私の口から言うべきことかしら。君たちがわざわざ予言を解読してここに来たのは、このランプの裏にある秘密を知りたいからでしょ？ランプはすでに光った。なら次は、あなたの安寧を妨げることをお許しください。
あら？どうしてこれが光ってるのかしら。おかしいわね。ランプの向こうにいるマダム、聞こえますか？ママ？おお！若い人の声がいっぱい。マダム、私はジェイの継承者、スカーレットです。久しぶりだね。まさかジェイの継承者がこれほどまで向こう水なものになるとは、全く信じられん。待ってください。どうしておばばの口調を真似するんです。おばば？その言い方、まさかモナ？誰です？私の師匠を真似するだなんて。それがどうした？人間に対する模写と学習は、元より無意味な愚行。What？ こう、奪ったろ、それ。アリスさん、僕もいるよ。ママ、どうして他の人の話し方を真似するの？あなたたちもいたのね。大丈夫ね。みんな、元気だったかしら？アリスさん、どうして？だって、このランプってもう何年も光ってなかったから、てっきり少女時代の親友から連絡が来たかと思ったのよ。なんだよ、急にそんな恥ずかしそうにして。このランプの管理を風神バルバドスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな風神の隠したシンボルを見つけたようね。やるじゃない。もしかしてあなたたち、私の愛するお茶会のテーブルにいるのかしら？うん、すごく長いテーブルだよ。そう、まさかこんなことが。どうやら風神もあなたたちがそこに登ることを黙認したようね。これもすべてスカーレットちゃんのおかげかしら。待てよ。こんがらがってきたぞ。さっき言ってた集会ってのは何なんだよ。マダム、これはおそらくあなたから答えた方がいいかと。よろしいですか？みんなわざわざ来てくれたんだし、それなりの報酬を用意しないとね。それじゃ、あなたたちを古い物語に招待してあげる。魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ライアを弾き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日、愛する人を殺したわ。彼は老い、病気だった。深く愛していたから、私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち、残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちの子の相手もね。うん、そいつは面白い。占ってあげよう。予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね、親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、
世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。Oh, jadi itu perkumpulan magi. つまり、ここは伝説にある魔女たちが集会を開く場所だったのか？わあ、わあ、aku baru tahu itu。え、私たちはいつもここに集まってお茶を飲みながらおしゃべりをしていたの。でも、ランプを見つけた人が祝福を得られるってどういうことだ？それはね、まさか本当にジェイ以外の人が予言を見るなんて、ちょっと恥ずかしくなってきちゃったわ。実はそれはジェイの結婚前夜、私たち姉妹が彼女に送った手紙なの。うわぁ Before he already? やっぱりアリスさんたちが一緒に書いたものだったか。おアリスさん buat lagi。アルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのが、私にとって一番の救いね。あなたはきっと謎かけを見た瞬間にいくつか分かってたんじゃないかしら。いや、そこまですぐではなかったよ。存在しない花、絶対に迷わない道案内人、嘘をつかない人、永遠に終わらない伝説、この4つの言葉はそれぞれ4人の魔女を意味しているわ。魔女の一人が愛する人と余生を共にしようと会を抜けた時、他の魔女が彼女をここに呼ぶためにこの予言を書いて送ったの。存在しない花、文字通り世界には存在しない花のことよ。これはコード R、 黄金レインドットの署名ね。レインドット also known as gold。この世に存在しない種を想像できる者がいるとしたら、きっとそれは彼女しかいないわ。絶対に迷わない道案内人、これはコード N、 ニコのことづてよ。あなたたちはまだ彼女を知らないかもしれないけれど、彼女は行く先を気にする不思議な女性なの。ここにいる人たちの中には、運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれないわね。世界がまれに変動を起こす時、彼女は預言者のように人々に真相を暗示するから。例えばそうね、彼女は人の脳裏に話しかけるのが好きよ。あ、おー、いやいやいや、あ、could she have been the one who spoke to me while we were investigating that? Bisa jadi. Bisa jadi itu si Nicole. もしもいつかどこかであなたたちが重大な危機に遭遇したら、彼女はその声であなたたちに行く先を指し示してくれるかもしれないわ。世界にはこんなにも多くの謎を秘めた女性がいて、さらにはお互いに知り合いだったなんて。嘘をつかない人、それは私が残した暗号ね。あまり気にしないでちょうだい。だってコード A のアリスはいつだって誠実な人が好きなんだもの。それから永遠に終わらない伝説、あなたたちは M を知らないかもしれないけど、彼女の作品は見たことがあるかもね。イノシシプリンセスを読んだことはあるかしら。え？モンバの子供ならみんなあのシリーズは読んだことがあるはず。ええ、私も大好きな童話の一つよ。 M はとても偉大な人間で、彼女が書いた本は私に悲しみが何かを教えてくれたの。そのような人が魔女の称号を得るなら納得もいくでしょ。なんだかとんでもない話になってきたぞ。確かに不思議だけど、
これらすべてが真実であることは私が保証するわ。Jも人間だったから年老いて亡くなり、その称号をそれぞれの弟子に残したの。おお、うどんがあった。アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてくれませんでした。私の代までもう数百年も経っています。ずっとあなたに会いたかった。あなたも魔女になりたいのかしら？というより、私は魔女会が一体何を意味しているのかが知りたいんです。Excellent miracle。以前まではあなた方がこの世界の命運を掌握する女性たちだと思っていました。しかし今日、あなた方の中には J 以外にも一般人がいることを知った。がっかりしちゃったかしら？いえ、とても面白いと思ったんです。より一層魔女になりたくなってきました。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど、あなただけは違うわね。あなたは彼女たちよりはるかに面白いわ。いつも興味本位で物事を進めるアリスさんがまた心を動かされたようだ。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ、スカーレットちゃん。あなたにはJが結婚した後に故郷でどう過ごしていたかお話ししてもらおうかしら。つまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女がその J で、そいつは結婚した後に魔女会を抜けたってことか？ええ、私たちが彼女に送った手紙、その意味はただ一つ。彼女も読んですぐに分かったはずよ。予言にある4つの文はすべて私たちが彼女に願ったこと。私たちに会いに来て、あなたが祝福へと足を運ぶ前に一番の友達であり最も大切な姉妹と喜びを分かち合いましょう。じゃあ祝福を手にするって、家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的に私たちを幸せにするのは旅の終点で会う人よ。この質問をした子、あなたも分かっているでしょ？私たち女性はいつも多くの悩みを抱え、不安に思うことにたくさん遭遇するけれど、最も大切な友達と会うためなら私たちは山や海を越えることも厭わない。どんなに長い時間が経っても、どんなに道が遠くても、心から愛する友であれば、私たちは楽しさに満ち溢れる。私たち魔女にとって、それこそが至福の意味なの。クレン、よくわからないけど、魔女がママの友達なのは知ってるよ。強いて言うなら、魔女会は私にとって共に青春を謳歌する女性たちのことね。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。まだ少し用事が残ってるから、話はこの辺でおしまい。またね、ママ。ほら、ドドコマ、ママにバイバイって言って。え、またね、クレちゃん。それから親愛なるお友達さんたち、いつかまた会えると信じているわ。あ、それと今の時期はあの日が近いはずよね。あ、ええ、またウィンドブルーム祭の時期になりました。アリスさん、そして特別な記念日でもある。アリスさんならよく覚えていることでしょう。ええ、思い出したわ。
遥か遠い昔の同じ日にジェイが結婚したことを。本当に偶然ね。またこの愛と自由の日だったなんて。みんなウィンドブルーム祭を楽しんでちょうだい。Alice's voice fades, and the lantern glows dim. Once again, just a regular piece of decor. For a moment, everyone looks lost in thought, but soon Jetta begin to fill the space again. Before long, everyone spread their glitter to return the monster. アルベド先生、飛んで降りるなら先に行ってくださいよ。Iya, ini yang kotak musiknya si Alice. Oh, punya firasat aneh tadi. Rupanya betulan Alice. Okay, deh. Kebalik ke sini.大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。役に立つはずだ。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。全部言ってくれ。私たちが聞いてやる。大したことじゃないんだ。アリスさんの話はとても面白くて、すごくロマンのあるものだった。それは分かってる。でも、僕が期待してたものとは違っていた。確かに最高の祝福が必ずしも本物だとは思ってはいなかったさ。でもああ、そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。強いて言うなら、ウィンドブルーム祭の特別大使なんかになってみんなに迷惑をかけた私のせいだから。いや、私があの予言を見つけたせいだ。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ、想像していたものよりもいい結果じゃなかったし、何かを得たわけでもなかったなと思ってね。私は、得るものがあったと思う。この話はひとまず置いといて。ティマイオス、私とコレイが一緒にリーユへのウグイスさんに謝りに行こうか。ウグイスさん、はあ、彼女が怒ってないか心配だ。興奮が冷めた途端焦りを感じてきたよ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。おお、だったんでいや。ウグイスさん？あれがウグイスさん？初めて見た。本当にウグイスだ。まさかモンドに来るなんて。ウグイスさん、本当にごめん。でもどうしてこんな急に。うちに会うのがそんなに嬉しかった？その嬉しすぎて言葉が見つからないんだ。ごめん。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められるもんも責められんくなったわ。大事なことをやってるから
うちを迎えに来られへん言うとったやろ。せやから逆にうちが来たってわけや。ひひ、ちょっと近くに寄ってみようぜ。人の恋路を邪魔したらイノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。じゃあやめておくか。They looks quite happy. Maybe that's what's been room all about. ティマイオスが自分の幸せを見つけられて、なんだか私も本当に嬉しいな。それよりも、私はスクロースの気持ちの捉え方の方が羨ましいよ。人の幸せを喜び、見返りも求めず、精一杯私を助けてくれた。お前は私たちが似てるって言ってたけど、私なんかより全然心が広い。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。多分私たちは同じくらいいいところを持ってるけど、その方向が違うだけだと思う。私はスメールに行ったことがないし、外国の友達だってそんなにいない。だからあなたと知り合えて本当に嬉しいんだ。それでもこれから先また知らない人と接するときは同じように恥ずかしくなっちゃうかもしれない。けどあなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。あなたの抱えてる問題は全て問題なんかじゃないって信じて。私今さら自分を受け入れることを学び始めるなんてちょっと遅すぎないかな。セシリアの花の花期がいつか知ってる？確か本で見たことあったような。これは私の両親が昔デートしてた時によく話してたことなんだって。おかしいでしょ、デート中にこんなことを話すなんて。先月ご飯を食べてた時にお母さんがこのことを笑いながら話してたの。お父さんは本当につまらない男で、その上デートに遅刻したこともあるって。でもそれが人生なんだって言ってた。自分のしてることがいいことだって理解しさえすれば、始めるのに遅すぎるなんてことはないんだよ。どうですかね。だからね、やってみようよこれ。 Yeah, give it a try. うん、頑張ってみるよ。二人ともなんだかすごく盛り上がってるな。会話に入る隙が全くないぜ。 Well, isn't great that they are getting along so well. あ、そうだ、これをあなたに。これって種か。うん、この前スイートフラワーを研究するのが好きだって言ったでしょ。これは私が作った改良版スイートフラワーの種なの。すごくいいものとまではいかないけど、どれも私が真心込めて選んだ品種だよ。気に入ってくれるといいな。とても甘くてとても育てやすいから。私今年の風の花はこれを選んだの。風神様にこの花の良さを感じてほしいと思って。うん、これをアビディアの森に植えて大事に育ててみせるよ。コレイ、このノートをすべて受け取ってくれ。君が勉学に励んでいることは聞いたよ。
このノートはどれもスクロースに頼まれて用意した学習アイデアをまとめたものだ。時間があるときに読むといい。それと今後いつでもモンドに来てくれ。歓迎するよ。ありがとう。本当に私もうなんて言ったらいいか、本当に嬉しい。あ、スクロース、今だぞ。あれだ、幸せの吐息。Bit of joy。 おお、そうだった。危うく忘れるところだったよ。これ、この試験管に息を吹き込んで、研究のためにその幸せの吐息を保存したいの。いいの？もちろん。Bully exhaled into sucrose test tub, and the fluid turned a deep violet. What deep violet? A small sparkling cloud then moved out of the test tube and rise into the air like a marshmallow below a marshmallow before it's taken away by wind. Huh? 今の何だったの？幸せの雲飛んでいったぞ。 What? 幸い試験管にはまだ少し気体が残ってる。ひとまず保存するね。研究結果が出たら真っ先に連絡するから。手紙を書いてくれ。届いたらすぐに返事を書くよ。どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ティナリ師匠、セイノさん。ペンフレンド。ふうふうと息を吹き込んでできたペンフレンドが僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。そうだ旅人、このカードの裏面を君に。 Wait for me? これはセノの意志なんだ。おそらく彼はこの特殊なカードの裏面を使って君と決闘したいのだろう。俺は強いぞ。挑戦する勇気はあるか？うわ、かなり自信満々みたいだ。オイラたちの実力を見せてやろうぜ。 It's time to do. ちょっと待ってくれ。私も送りたいものがあるんだ。 What? コレイもプレゼントを用意したのか？うん、合に行っては合に従えって聞いたから、風の花に関するものを用意した。スメールローズ。これはスメールローズで作ったしおりだ。ホテルでこっそり作った。アンバーとティナリ師匠とセノさんに送りたい。モンド人は今日という日に風の花を大事な人に送るんだろ。私にとって三人とも私の家族だから。何人？知ってるか、ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言っていた。一緒に論文を書く気はないようだ。そういう家庭じゃなくてただの兄弟ってことでいいんじゃないかな。うん。それからパティサラの種をモンドのみんなと旅人、それにパイモンに送るよ。Thank you. Really appreciate it. これがコレイの選んだ風の花なんだよね。ああ、
これが私の答え。私にとって風の花はスメールローズとパティサラなんだ。モンドの種じゃないけど、これは私の気持ちを最も表してくれる植物だから。これを感謝したい人に、そしてこれからも一緒に未来を歩んでいきたい人に贈りたい。昼夜を問わず思い続け、幾千もの山と川を越えてもなお会いに行きたいと思える人を持つ、それこそが真の至福なんだ。うん、そう思ってくれて私も安心したよ。スクロース、あの雲を見てくれ。お？あの雲、お前の試験管に似てるな。あーだーっ、みんなお姉ちゃん、クレーね、葉っぱが4つあるお花を見つけたんだ。すっごく綺麗なんだよ。モナお姉ちゃんは好き？おや、私にくれるのですか？ありがとうございます、クレーちゃん。もっとクレーのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。ごほん、今の私はそれがすごく得意ですから。偉大なる火花騎士クレー、あなたはモンドの希望の炎であり、人々の担い手。担い手？おや、クレーちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。それでは。クレーちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。ママに買ってもらったんですか？うん、ママが言ってたよ。ドドコと一緒に選んだんだって。ドドコはこのリュックがとっても好きなんだ。だからドドコもこのリュックにつけてるの。あとこれを買った時、もう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって。確かその人は、みんなにおばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか？いえ、待ってください。そう言われると、確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし、それがあの人の特徴でもありましたね。測量のアドバイスありがとうございます。まさかスメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて、本当にすごいです。レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。必要とする技術が被っているのも当然だよ。役に立ててよかった。機会があったら僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。直接この目で見てみたいものです。うん、確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかも。それどころか雨林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにもよく母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ、君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば少し良くなるかもしれない。僕は試したことないですが、そう言われるとなんだかやってみたくなってきました。うん、僕も試してみたいな。後で母風のマッシュルームを取りに行こうか。
作りのお弁当を持ってきたよ。後で一緒に食べよう。本当か？やった！私、アンバーさんの料理のことで一つだけ意見を言いたいの。あのね、アンバーさんって時々料理に調味料を入れすぎることがあるでしょ。最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか。ストレスを発散できるぞ。いいんじゃない。確かスクロースとコレイはカードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう、私たちカード仲間なんだ。前もカードについて話したことがあって。カードゲームのベテラン型、機会があったら私にも教えてちょうだい。うん、コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え、私？ねえ、そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごいやり手だから、いつか勝負してみたいってね。よかったね、コレイ。カードゲームで有名になったみたい。あ、私が。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ。僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、かっこいい、相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり七星召喚をプレイする場では勝負よりも友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。それから彼は、このようなものは友達と共用してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって君はとても仲のいい友達らしい。ついでに言うと、セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、うん、このゲームを試しにやってみるのもいいかもしれないね。どうかな、今年のウィンドブルーム祭も悪くないでしょ。君はすごく忙しいのに、春になったらモンドに戻って僕たちと一緒に自由の風を楽しんでくれる。本当に嬉しいよ。時間があるなら僕が今年新しく作った愛の歌を聞いてみない？古本。じゃあ読むね。世にこれほどの色彩があっただろうか。誰一人として染まらぬものはいない。白色よりも天雲に似て、金色よりも太陽に似る。それは君の瞳に落ちて、孤独な心に光が再び降り注ぐのだ。ちょっと真面目すぎたかな。そうだ、スイートフラワーをお題にもう一つ作ろっかな。ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。本当に
モンドに会いに来てくれるなんて。どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでってそない疲れるようなことちゃうやろ？それからもうそろそろ直接ウグイスって呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？え？ウグイス、慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張してまだ何もしてへんのに。いや、僕は僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。隣国のリーユエにはテイワット1の貿易国があるんだ。新しいカードの裏面だが実に悪くない。俺のデッキと合わせれば完璧と言えよう。お前もこれを受け取っただろ。それを使って一戦やらないか？問題ない。準備ができたらまた声をかけてくれ。